ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、どんな話を紹介するの？今回は、ある地方の魔物に関する話だ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、封じだ。さっき、魔物に関する話って言ってたよね？めちゃ怖い話なんじゃない？ああ、なかなか怖い話だ。それでは聞いていただこう。アパートに帰り着くと、郵便受けに手紙が入っていた。色気のない茶封筒に墨字。間違いない、安俊からだ。奴からの手紙も、これで30を数える。今回少し間が空いたので、心配したが、元気そうだ。宛名の文字に力がある。部屋に入り封を切る。封筒の文字とは裏腹に、手紙の方の文字には乱れがあった。俺は手紙から目を離し、何かを思い出そうとした。俺は慣れない運転で、いささか疲れを感じ始めていた。山深い田舎のくねくねと曲がりくねった道。緑が美しく思えたのは、最初の1時間ほどだ。助手席の安俊は、運転を代わってくれる素振りを見せない。いつもはこいつが車担当だ。たまらず、少し広くなった道の脇に車を止め、どうした？って顔の安俊に言った。運転代わってくれ。康介、俺は今、免停中だ。法を犯すことはできない。と言って合唱しやがった。こいつは寺の長男で、将来は坊主だ。そしていろんな意味で頼りになる。くぅ。お前、スピード超過で一発免停食らっといていう言葉か？それが、それでも坊主か？と食ってかかる俺。俺はな、反省してるんだよ、康介。二度と過ちは犯すまいってね。そんな俺をそそのかすお前はなんだ？恥を知れ。悪魔め。と涼しい顔で前方を指さす。そこには、〇〇〇まであと4キロの古びた看板。〇〇〇は、今回の目的地だ。ここまで来ておいて投げ出すとは、情けない奴だよな。仕方ない。お前のために、俺は再び罪を犯そう。とため息をつきやがった。俺は一言、もういい。運転する。としか言えなかった。なんだかんだで、めちゃくちゃ長い4キロを走破して、俺たちは目的地の街に着いた。ここでもう一人の友人であり、ここの出身者でもある、友達と落ち合うのだ。約束の場所は、小学校の跡地。すぐに分かった。会う人みんな年寄りばかりで。20代の若者は俺たちだけって勢いで、思いっきり過疎化って感じだが、みんな、明るくほがらかだった。友明がニヤニヤ笑いながら近づいてくる。お疲れさん。お、康介が運転か？うんじゃ、もう少し休憩して出発するか？え、ここじゃねえの？うん、ゴールはこっから1時間くらいの山の中。友明、運転。俺、ペーパー。危ないよ。やっぱり今回の旅は調子が狂う。いつもは、俺ら3人が何らかの役割分担をし、お互いワイワイ楽しんだものだ。だが、今回に限り、安俊はだんまりだし、友明はなんとなく緊張している。騒いでいた俺は、運転で疲れ果てている。なんか違うだろ？そう。今回は、観光でもバイトでも、ナンパでもない。俺たちは魔物を封じにここへ来たのだ。ことの始まりは春、まだ少し寒い頃だったと思う。部屋で安俊とゲームだったか DVD を見ている時に、友明が訪ねてきた。珍しく神妙な面持ちで、ちょっと力を貸してくれないかっていう。なんだ、彼女と喧嘩したのか？と言うと、ニカッと笑って、違うって、と言いすぐに真顔に戻った。ちょっと驚きを感じて話を促すと、俺の地元の寺の住職が、既得なんだよ。と話し出した。なんでも、友明の家は、その地元の寺を支える四家のうちの一家で、寺の住職が亡くなった時にあるお役というものが代々あるとのことだ。お役には四家の課長がつくのだが、友明の親父さんは病気か怪我でお役を務めることができず、息子の友明が代行することとなったそうだ。しかし、正式な課長ではないので、介添え人を3名までつけることが許されるのだという。だが、お役自体、特殊な行為を伴うらしく、地元では介添え人が見つからず、異例中の異例ということで、部外者の協力もか、ということになったらしい。俺は真っ先に思ったことを口にした。まさか、今の時代に坊主のミイラ作るの手伝えっての？友明は笑いながら。まさか、死人相手ならまだ楽。相手は魔物だよ。住職の死肉を食いに来る魔物の封じがお役なんだ。と恥ずかしそうに言った。しばらくの沈黙。嘘だろう。いや、マジ。お前らは何もしなくていい。多分、ただ見ているだけで終わると思う。ただ、多少決まり事があるから、その話し合いを他の3人のお役として、その通りに動けばいい。俺たちが魔物に襲われることは絶対にない。最悪、熱出して2、3日うなされるだけ。正直、なんかこう、もっとアクションがあると思った。こういう場合、
決まってお札で守ったり、呪法があったり、結界が。そんなものはこれと言ってないそうだ。ある場所から魔物が出てくるから、それをある方法で封じるだけ。俺たち海添人はその場にいるだけで OK。単なる魔物見物だ。ただし、見える見えないには個人差があるという。俺は好奇心で行くことを決めた。多少霊感のある安都氏が考え込んでいたので、少し不安になったが、結局、安都氏も行くことになった。海添人は俺たち2名と決まり、友明は先に地元へ帰るという。後日、地元へ帰る友明を駅まで見送りに行った。友明は俺たちに、連絡したらすぐに来てくれ、と念を押して電車へと乗り込んだのだ。俺はとっさに、あ、相手の名前なんていうの？と聞くと、友人は歪んだ笑顔を向けただけだった。駅からの帰り道。安都氏は終始無口だった。この男の性格は決して暗くない。実家が寺だとは信じられないくらい明るいのだ。友明のやつ、なんで魔物の名前教えなかったんだ？空気を読めない俺は、多分、安都氏が無口になった原因の真ん中ストライクをズバリ聞いてみた。安都氏は俺の顔をまじまじと見つめて。お前はバカそうに見えるが、いざという時には頼りになる。今回のあいつの頼み事は、お前が要になるかもな。俺ってそんなにバカそう？てか友明は危険はないって言ってたじゃん。俺が頼りにしている相手からの思いがけない信頼に、ちょっとびっくりしながら言うと。あいつは女には嘘をつくが、俺たちには嘘をつかない。でも、危険がないなら、なんで地元の人間が見つからない？俺たちの業界でも、今は敷物の名は口に出さない。あいつが名前を教えなかったのは、俺たちの中をもってしても、はばかられるものだからとしか考えられん。坊主が死んで出てくるやつだ。坊主の端くれの俺には、相性が悪すぎる。安都氏。じゃあなんでお前この話受けたんだよ。お前の話聞いたら、マジでヤバそうじゃん。今からでも断るか？お前な、友明は俺たちが行くってことになって、初めて帰る決心がついたんだよ。あいつは地元の決まりから逃げられないみたいだからな。お前は知らないが、俺は友明を裏切れない。俺だってそうだよ。友明を助けたい。でもお前はヤバいだろ？今この決断で、俺は親友を失いたくない。安都氏、こいつの一言が、俺の 80% の好奇心を、そのままそっくり、80% の、いや 85% の恐怖心へと変化させていった。魔物見物。ちょっとした肝試し程度しか考えていなかった。無口になる俺。お前って単純バカだよな。実際、本当にからかいがいがあるよ。いつもの笑顔で安都氏が言う。バカにするな、とやり返し膨れてみせる俺。話題は昼飯と女のことに移ったが、俺の中の恐怖は、なんとなく残ったままだった。山門のある、ちょっと立派な寺だった。入り口の前の広場に車を止め、歩いていくと、寺内から60代くらいの男の人が出てきた。友明くん、彼らが海添人の方たちかな？友明がそうだと答えて紹介しようとすると、その人は片手を挙げて静止。名前なんてお互い知らなくていい。と続けて言う。ここでのことは原則、他言無用。しかし喋りたければ自由にしていい。どうせ誰も信じないからね。私自身、未だ見えないから。でも音だけは誰でも聞こえる。だからそれがいることはわかるんだよ。さて、他の二人のお役が住職を見ているので、私は君たちにこれからのことを簡単に説明する。このことの言われや経緯は、封じが終わってから、ゆっくりと友明くんからでも聞きなさい。じゃあこっち来て。この人の言い方には、最初カチンと来たが、後から、俺と安都氏の身を心配してくれていたことを、友明から聞いて知った。連れて行かれたのは、寺の左側の裏にある、石造りの古い井戸。木製の棒が、口を塞ぐようにめちゃくちゃに置かれ、その上を、竹製の籠のようなもので覆っていた。この井戸に魔物が封じられていて、無秩序と秩序で封をしているとのことだった。しかし、この封は、住職が死んで7日目の夜に解け、中から魔物が住職を食いに出てくるそうだ。要するに、直接の俺たちの仕事は、新しく封をすることで、新しい木製の棒を井戸の口にランダムに置き、その上に籠をかぶせるだけ。ここで木の棒は、キャンプファイヤーの時のように、いびつな格子状に置くのだが、1段目に7本、2段目に7本という風に、全部で7段組むように言われた。ただし、6段目のみ、8本の棒を使うように指示され、その8本目の棒1本のみ特別で、何かの呪いが仕掛けられている、とのことだった。残りの49本の棒は、この1本を守るダミーだ。ちなみに、何段目にその1本を入れるかは、毎回異なり、しかも、一度封をしたら、あとは古くなって朽ちるに任せるだけだという。次回の封は、次の住職が亡くなる前にして、亡くなると再度、封をする。住職が亡くなる前後2回のみ、井戸に封じをするということらしい。道理で木の棒が新しいわけだ。一つ疑問に思ったので聞いてみた。この封じをするときは、俺たちいなくてよかったんですか？行きはよいよい、帰りは怖いってな。
この封じは住職が死ぬ3日前に作ったもので、死に豚と言って、あまり力がないんじゃよ。棒も一本足らん。住職が死んで力が強くなった魔物を再び封じるために、わざと破らせるものだ。そこで君たちに組んでもらうものは、生き豚。これは本当に出られんようにする封じじゃ。これが大切。生き豚をするのは、お役の4人の中の一番若い者の仕事で、当然、友明なわけで、俺たちなわけだ。大体の俺たちの役割は理解できた。多分、いや絶対一番重要な役だ。友明はともかく、俺たち2人はサポートだが。それじゃ本堂に行って、昼食を拝んでこよう。それから飯だ。夕食前に遺体を見るのは勘弁だったが、普通に棺桶に入っていて、直で見ることはなかったし、他の2人のお役は、座ってお経を唱えていた。今日で4、5日目の遺体。想像しただけで食欲はなくなったが、それを察した友明が、ちゃんと防腐処理してるから、思ってるより綺麗だよ。とぼそっと小さく言った。寺の座敷でくつろいでいるところへ、年配の女の人が、握り飯と味噌汁、簡単なおかずを差し入れてくれた。俺らを見ると、三助丼ご苦労さんです。と口口に言う。三助丼ってなん？当然、友明に質問。答えはなぜか安利から返ってきた。多分、三助殿だろう。お産を助けるって意味だと思う。その通り。そんでやっぱ変って思うだろ？何が？だって、魔物封じする俺たちが三助丼だぜ。ああ、でも、そうか、考えがまとまらない。安利が握り飯をつかみ、中に入っている梅干しを取り出して食べ始めた。封じの経緯なんか聞きたいところだが、やっぱ終わってからなんだろ？梅干しの味がしたのか顔をしかめた。ああ、余計な知識がなくてもできることだし。あいつみたいに好奇心の塊みたいなやつは、知ったら知ったで何かしそうだしな。わざと俺を見ずに、友明が言う。確かに、自分でも納得したが、心の中に未だある不安というか恐怖というか、微妙な感情に俺は気づいた。とにかく明日の夕方まで暇なわけで、友明は忙しいみたいだが、俺と安利は、寺内を散歩して暇を潰した。そんな時、本堂の仏さんに線香をあげていると、安利が天井の方をじーっと見上げている。俺も興味を惹かれ見てみると、横木が渡してあり、そこには木の札が二十数枚貼られていた。おお、これは、と思っていると、代々のこの寺の住職の名前じゃよ、と後ろから声がした。井戸へ案内してくれたおじさんだ。右端が初代。この封じの当事者の名だが、なかなか達筆で読めんだろ。確か今回亡くなった住職の26、7代前だ。言うだけ言うとおじさんは廊下へ消えた。名札を数えたが、24枚しかなかった。案外アバウトでほっとした。だが、安利は、その初代という人の名札を用紙したまま、動かない。知ってる人？ああ。ええー、マジ？お前はちょっと引っかかりすぎ、わざとかよ。笑う安利。今の安利には、あまりにも似合わない笑顔だった。あたりも暗くなり、俺たちの部屋には、すでに布団が敷かれてあった。友明は、他の親子たちと交代で寝ずの番だそうだ。部屋を出るとき、今夜あたりから、音が聞こえ出すけど、気にすんな。とだけ、言って言った。寝てあたりが静かになると、すぐに音が聞こえた。音というより鳴き声だ。にゃーにゃー、にゅーにゅー、みたいなまるで子猫の鳴き声で、猫大好きな俺は思わず羽を切る。単純に暇だから遊ぼうと思ったのだ。俺の膝を安利の手が押さえる。痛いくらいに力が入っていた。猫じゃねえ。絶対に外には出るな。押し殺したような低い声。一瞬寒くなり、俺は布団に戻った。甘ったるい、なんとか助けてやりたい気分になる子猫の声だ。多分猫好きの人にはわかるだろう。声さえ気にしなければ、なんということもなく、気がつくと朝になっていた。多分、車の運転疲れもあったのだろう。顔色の悪い安利は、すでに起きていた。いや、一睡もできなかったそうで。お前の肝の太さはすごい。おはようの挨拶の前の一言だった。昼になり、いよいよ夕方になって、俺はこの件で、これまで一番の衝撃に見舞われた。例の井戸の前の大木に、人が吊り下げられていたのだ。正確に言うと住職の遺体が、落ちくぼんだめ。顎を縛られているが、微妙に開いている口。青白く、背中一面黒く変色したからだ。どこか物見遊山的な気分は消し飛んでしまった。俺たちは魔物を封じに来たのだ。住職の遺体には、藁で編んだしめ縄のような紐が無数にかけられ、地面へと伸びていた。地面は黒く汚れていて、多分住職の内容物だと思うが、その割、嫌な匂いはしていない。周りには C の字型に焚き火が積まれ、魔物が出てきたら隙間口を塞ぎ、住職の遺体を下ろして一緒に燃やすのだそうだ。そして、遺灰と住職の遺骨の一部を井戸に入れ、封をする。これで終わり。単なる変わった仮装に付き合わされているだけかもしれない。地元の人は確かに嫌だろう。夜の8時頃、それは起こった。また子猫の声が聞こえたかと思うと、竹籠のせいで見えにくいが、
井戸の上にある風の棒が下から突き上げられるように小さく振動を繰り返している。ガシャガシャと音がするのだ。しばらくすると1本、2本と棒が地面に落ち出し、その数が20本を超えた頃、今度は竹籠がバリバリと音を立てた。まるで中のものが外に出ようとしているように、息を止めて見守っていると、バリバリっと一度大きな音を立て、竹籠が地面へと転がった。ごくっと生唾を飲み込む俺、ニュウニュウと声が相変わらず聞こえ、ポトポトと何かが落ちる音がして、子猫の声はだんだんと吊り下げられた住職の方へ近づいていく。姿は見えないが、そこには確かに何かがいる。これが魔物だろう。今更ながらに気づいたのだが、子猫の声は一つではない。何十匹分という声が聞こえている。俺は幸いにも、かがり火で照らされた地面に何も確認できない。見えないのだ。いつの間にか、あれほど見てみたいと思っていた魔物の姿を水に澄んで、ほっとしている自分に気がついた。同時に、隣にヤストシがいることに気づき、顔を覗き込む。ヤストシは、今まで見たこともない表情をしていた。俺はとっさに腕を取って後ろに下がらせ、ヤストシははっと気づき、俺にすまんと礼を言った。お前、まさか見えたのか？ああ、こいつはひどい。言ってるうちに遺体を吊るした大枝がメキメキと音を立て出した。思わずそちらを見るヤストシ。だがすぐに目を伏せる。俺も見たが、風もないのに遺体がくるくる回りだし、垂れ下がった紐が不気味に動いているだけだった。しばらくして、智明を含む4人のお役が C の字の口を焚き火で塞ぎ出した。塞ぎ終えると、お経や鐘を鳴らし、住職を吊るした紐の元を切って遺体を地面に落とした。どしゃ、何かが潰れた音だ。ふと遺体損壊とかで捕まるんじゃないかと思ったな。4人のお役は、住職の遺体の上に、木くずや焚き火、藁などを入れ、火をつけると、思いのほかすぐに大きくなり、いつの間にか子猫の声も絶えていた。これからの仕事は、遺体が骨になるまでの日の晩で、目の前で直に人を焼いている。なるほどトラウマになりそうだ。明け方近くなって、ようやく火葬が済み、俺たちは火に酔ったみたいにトロンとしていた。多分、睡魔もあったと思うが、しかし眠いとは思わなかった。木製の箱にあらかたの遺骨を収め、残った骨は灰と一緒に集められ、俺たちのところに持ってこられた。さて、これで最後じゃから頼むの。おじさんの声、うなずく友明が遺灰を受け取り、井戸の中へ撒いた。残りの3人のお役はお経を唱え続けている。俺と安利は友明のところへ行き、風の手伝いをし、20分で終わった。魔物封じ終了。井戸の傍らに立ちすくむ安利を見ながら、俺はビビリも入ったが、楽勝と思っていた。あたりはすでに明るくなってきている。本堂のあたりで声が上がり、見てみると、飯の用意をしてくれた女の人たちが、今度は大量の塩を持ってやってきた。自分たちも含め、庭一面を清めるのだそうだ。布の袋に入った塩を2つもらい、1つを安利に渡そうと近づく。安利は、まだ井戸にいる。またさっき見せた表情になっていた。おい、安利、思わず叫ぶ。ゆっくりとこちらを向き。風は終わったんだよな、なあ、多分、あれは、コウスケ、女の子がいた。目を閉じ、頭を抱え。4、5歳ぐらいの裸の女の子。だけど左肩から1本、右の脇腹から3本、蜘蛛の足が、飛び出していた。それでな、左の首筋に蜘蛛の頭がついてるんだ。井戸の横にいて、あいつも一緒に封じたんだよな。まだいるのか？いや、もういない。竹籠をかぶせたら消えた。胃がキュッと締め付けられた。だったら、大丈夫だよ。何の根拠もない返事。その夜、安利は高熱を出した。2日間、友明の実家に世話になり、俺たちは帰路に着いた。帰りは友明も一緒で、今回のせめてものお礼ということで運転をするとのこと。助手席の景色はまた違うなと余裕を見せる俺。市内に入り、シートベルトを握りしめ、ブレーキ、ブレーキ、と叫ぶことになるとは、この時は思ってもいなかった。帰りの車内で元気になった安利は、自分が見たものを絵に描き、俺たちに説明した。友明は魔物の姿形を知っていて、本当に見決まったのか、と同情していた。コンビニのおにぎり台の赤ん坊の頭に、人の手足や蜘蛛の足が無作為についているらしい。下顎の元あたりから生えていて、動きは鈍く、よくひっくり返っていたそうだ。目はなぜか皆閉じていて、口は本来ある場所にはなく、顎の先の裏についていて、奴らが転んだ時によく見えたそうで、鳴き声は俺も知っている子猫のような声。そんなのが何十匹も住職の遺体に取り付いていたそうだ。そして火葬が始まると一斉に泣くのをやめ、目を見開いて血の涙を流しながらお役たちを見つめていたという。これを聞いて友明は言葉を失ってしまった。なぜか安利は井戸の横にいた女の子の話はしない。俺も触れなかったが、俺らは一応無事に帰りつけたと思っていた。俺的に一番危険だったのは帰りの車内であって、封じの一件はちょっとサプライズなイベントみたいなものだ。
俺の部屋で厄払いの酒盛りをすることにした。なんと言っても、今回の封じの言われを友明に聞かなくてはならない。それで全て終わる。俺と安利は焼酎、友明は缶ビールで乾杯をし、友明が語り出す。俺も全て詳細に知っているわけじゃない。俺ら、お役四家には、封じは昔話みたいにして伝わっていて、課長にならないと全てはわからない。左手にビールを持ち替え、つまみを漁る。今回、俺は親父の代理だったわけで、封じの作法しか新しい情報はない。作法の話をしても、安利は面白いかもしれないが、康介は暇だろうから、お役に伝わる昔話をしようと思う。江戸時代の初め頃の話。大きな戦があって、その村の男衆も大勢亡くなった。働き手を欠き、残された村人は飢えに苦しんだという。その後、戦がなくなり、次第に元の生活に戻っていった。こういうことがあったからか。この村では、打算で網で獲物を捕らえて離さない、蜘蛛を大切にするようになったそうだ。今でいう黄金蜘蛛で地元では大丈と呼んでいた。そして、いつしか蜘蛛の世話は必ず男がし、女は触れてはならない。蜘蛛を殺すことはご法度などの存立、村の掟ができたという。ある時、この村の名主の家で婚礼があった。隣村から名主の次男坊を婿に迎えたのだ。若夫婦は仲が良く、妻はすぐに身ごもった。名主夫婦も大変に喜び、孫はまだか、と言わぬ日がないほどだったという。しかし、隣村から来た婿は、どうしても蜘蛛に馴染むことができなかった。ある日、婿が枯れ井戸のほとりを歩いていると、見たこともない大きな蜘蛛がそこにいた。彼は、これほどの蜘蛛だから、家人に見つかれば、必ず自分が世話をさせられると思い、蜘蛛を殺して井戸へと捨ててしまう。それを運悪く、身重の妻に見られてしまう。妊婦のいる家での蜘蛛殺しはご法度であり、不吉と考えられていたので、妻は夫をなじった。詰め寄る妻をなだめていたが、揉み合っている最中に誤って妻も井戸へと落ちてしまった。すぐに助けを呼んだが、妻は井戸の中で亡くなっており、むごいことに、落ちた衝撃かどこかにぶつけたか、腹が裂け、赤ん坊が外へ出てきていた。女の子であったが、助からず、当時は水子は供養されることなく、そのまま井戸の底に埋められたのだという。それからしばらく経った夜に、猫の声の会が始まった。聞く人が聞くと、まんま、まんまと言っているという。そのうち、夜寝ている間に、体を虫に何箇所もかじられる、という家人が増えていった。傷口は治りが遅く、ひどい痛みが伴った。そしてこういった出来事は、決まって猫の声の会があった晩であったため、若夫婦の水子が、空腹のあまり、分けて出ているとの噂が流れていったそうだ。そして、とうとう婿もこの会に会ってしまう。しかし、いつもと違い、かじられるというより、食われると言った方がいい状態で、出血もひどかった。だが、婿本人は痛みすら感じておらず、これ以降他の人がこの会に会うことはなくなったが、婿は少しずつ、少しずつ、食われていった。名主の老夫婦は、一人娘を失ってから、婿に辛く当たり、会の対象が婿一人になると、婿を実家に追い返した。ところが婿がいなくなると、会の災いが村中へと広がってしまった。明らかに婿を探している様子だったので、村のために婿を呼び戻すことになったが、隣村の名主は、息子が魔物に食われていくのを黙って見てはおれず、申し入れを断った。困り果てた老夫婦は遠方の寺に使いを出し、会を沈めてもらうよう懇願した。知らせを受けた寺の者たちは、このような会を沈める方を知らず困っていると、ちょうどこの寺に投入していた旅の運水が、この役を買って出たという。運水が、使いの者と村に着いた時には、村人ほとんどが会に会い、疫病のようになって死に絶えていたそうだ。使いの者は恐れをののいて逃げ出そうとしたところ、なんとか会の元の名主の家まで案内させたのだが、老夫婦もすでに亡くなった後だったという。運水は会の正体を探るため、結界を張り、そこで一晩を過ごした。数日が過ぎ、運水は隣村の婿の元へ現れた。婿と親夫婦の前で運水は語る。婿殿は、たちの悪い蜘蛛を殺されたのであろう。彼の村が蜘蛛を祀ると知り、遠方より流れ来たる古の悪霊が蜘蛛に取り付いたものです。あなたは良いことをされた。しかし、肉より離れた悪霊は、今度はあなたの奥方に取り付き、あなたを陥れようとしました。だが、あなたについている神がそれを許さず、奥方ごと、また地獄へ送り返されました。ここで不憫なのは、奥方もさることながら、お腹の赤子です。死した蜘蛛にも子があったようで、今、魂は混じり合っています。井戸は冥界に通じ、魔物を産む賛同となって、人の子が親を慕うがごとく、蜘蛛の子が親を喰らうがごとく起こったのが、この会です。あなたは、これらの魔物の親として、それらを祀らねばなりません。死した後食われ、御霊を休んじ、司法試験を立て、静まるまで。その後、婿は運水の指導のもと、井戸で願を立て、漱石に入ったという。コップを持ったままだったのに気づき、俺は焼酎を一口飲んだ。
寺で見た名札。あれほど続けて、まだ成仏していない魔物。安俊も心なしか顔色が悪い。しこたま飲んで、俺たちは寝た。起きた時、安俊の姿が見えなくなっていた。携帯に連絡しても応答がない。連絡が取れなくなって数日後、安俊から俺宛に手紙が届いた。いきなりいなくなり、連絡を取らなかったことをまず詫びて、そのことは書かれていた。安俊は今、ある場所に閉じこもり、お祓いを受けているという、井戸で見た女の子が取り付いているそうだ。雲と人の融合体。一番封じなくてはならなかったもの。でもなんで安俊に？安俊が言うには、婿が漱石になって、もらった名が、大春。安俊と同じ名前だった。寺で名札を見て一目で分かったそうだ。魔物が親と間違えたのか、他に何か理由があるのかはわからない。俺たちは、手紙のやり取りで魔物のことを、雲水子と呼んだが、本当の名が何なのか、未だに知らない。安俊が最初に見た無数の魔物の方が、雲の差が強く、親を食いに行き、井戸の横にいた女の子は、人の差が強く、親を慕ったというのが俺たち二人の結論だ。女の子は昔からいたのか、安俊がいたから出てきたのか、わからない。女の子の存在を、友明を含め、四人の親も知らないようだった。例の寺にも新しい住職ができた。なんと友明だ。坊主の真似事すらしたことのない奴がだ。まるで生贄だと思った。実際そうなのだろう。友明は泣いていた。今度遊びに行く。あれから随分、時が過ぎた。安俊は、まだ出てこない。アパートに帰り着くと、郵便受けに手紙が入っていた。色気のない茶封筒に墨字。間違いない、安俊からだ。今回少し間が空いたので、心配したが、元気そうだ。宛名の文字に力がある。部屋に入り封を切る。封筒の文字とは裏腹に、手紙の文字には乱れがあった。俺は手紙から目を離して、昔あった出来事を思い出そうとし、それはありありと脳裏に浮かび上がる。手紙には、ある住所と、待っている、の一言だけ。異変があったのだ。そして安俊が俺に助けを求めている。カバンに必要なものを投げ込み、駅へと向かった。電車を降り、駅の改札に向かうと、一人の総と目があった。若いが怖い目をしていた。坊主が一体何を見続けたらそんな目になるんだ？ふと考えてしまうくらいの眼光だ。彼は、無言で立ちすくむ俺のところまで来ると、こちらに。とだけ言って、俺の荷物を持ち、外へ出る。車に乗せられ、1時間ほどで目的地に着いたが、そこは、坊主に合いそうで、どう考えても合わない場所、とだけ述べておく。俺一人だったら、手紙の住所と見比べて、立ち往生しただろうことは明白だった。裏口より入り、こじんまりとした庭を左手に見て、廊下を進んだ。ちょっと離れた庭石に、15、6歳ぐらいだろうか、和服の女の人が背中を見せて座っている。少し歪な何かを感じた。ちょうど、庭を半周したあたりで右に曲がる。すると雰囲気が一変し、そこはどう見ても寺内の廊下といった趣で、狐につままれたような不思議な感覚に陥った。突然、前を歩く若い僧が立ち止まり、気分はいかがですか？と聞いてきた。前述の感想を告げると、あなたにも何がしかついていたようですが、落ちたようです。角を曲がってこちら側は結界が張ってありますので、悪しき者や取り憑かれた者は入ることができません。ではこちらに、と一室へ案内された。その部屋には、すでに先客が2名いたが、その片方を見て俺は思わず叫んだ。安俊、おそらく笑ったのだろう。唇がわずかに動いた。そこには痩せ衰え、骨と皮だけになった安俊が、装いをまとって静かに座っている。涙が溢れ、思わず安俊にすがりつき手を握る。思いのほか、強く握り返してきた。瞬間、希望の炎が灯る。こいつはまだ大丈夫だ、と。顔を上げると、元気そうだ、泣くな、はか。とかすれた音が聞こえた。こいつが手紙を書き、携帯を使わない理由がこれだった。また泣きそうになり、うるさい、とやっと返した。は、七し、お、そっか、ら頼む。俺はうなずいた。あの安俊が俺を頼っている。俺は決めた。安俊が若い僧に連れられ部屋を出た。部屋には、俺と、おそらく安俊の祖父であろう僧が、一人残った。おもむろに、太いが優しい声で僧が語る。康介くん、今日はご足労願って申し訳ない。わしは安俊が祖父で、道俊という。今、ご覧になった通り、このままでは安俊は長くない。結界を張り直し、肉をかじられることはなくなったが、思いは届くようで、日に日に痩せ衰えていく。安俊が衰えれば衰えるほど、彼の娘は女へ、母へと成長していくのじゃ。もう見た目は二十歳前後の娘、時がない。庭で見た、座ったいびつな印象の女の人。あれが、安俊が江戸で見た、小さな女の子の成長した姿だったのか？ゾクッときた。そのことを告げると、晦日封じでも、節気封じでも、年封じでもダメ。
君にも見えたほどとなると厄介な。やはり井戸へ返してとどめかの。いきなり道年和尚は姿勢を正し、俺に頭を下げて安年を井戸へ下ろし、魔物に引導を渡す。孫を救ってやってほしいと声を振り絞る。俺は短く、はい、と答えた。俺の名は安年。今、呪われし井戸の底にいる。フラスコの底のような形状で、思いのほか広く、手に持った松明の炎でも全体を照らすことは困難だ。普通の井戸の底に後から手を加えたのは明らかで、一角に盛り土が見える。おそらくはここに水子を埋めたのだろう。井戸の底がそのまま水子の娘のための霊廟と化している。いつからか、ニューニューと声が聞こえ始めた。まだ娘は現れない。一瞬、水中に落ちたような異様な感覚が体を襲う。途端に体中に痛みが走り、ブチ、ぐちゃ、ビリー。肉が裂け血が滴る。生きながら食われる恐怖。見えないが、雲水子が俺の体を食い始めたのだ。俺はいつしかこいつらの父となったのだ。これで友明は助かるだろうとなんとなく感じた。俺はまだ声を出すことができない。必死に耐え、娘が現れるのを待つ。しかし、どうしても痛みが耐え難くなり、容器に入った俺の血を壁に投げつけた。重い水中にいるような感覚が遠のく、しかしすぐに元に戻る。気が遠くなりかけた時、今までとは違う感覚を感じた。あのいびつな感覚。微笑む女。いや、初代安年の娘にして、雲水子の母親。井戸の主。違う。井戸本体か。朦朧とした意識の中、彼女に向かって俺は初めて言葉を発した。心の中で念じるように、一期一会心を込めて、父たる我は主が世に譲ることを願わず、速やかに、いね。自分の血で汚れた教本のようなものを娘越しに盛り土へ投げつけた。パッと火花が散り、辺りを照らす。彼女は悲しそうな顔をして、くしゃくしゃに崩れていった。生皮が剥がれ落ちるように、ポトポトポトと音がする。雲水子が落ちる音か。後には、たくさんの青い玉のようなものがあったが、それも地面へと吸い込まれていった。悲しい、儚い色だった。後で聞いたが、吐くというらしい。意識がなくなる寸前、俺の体に巻きつけられたロープが、キュッと締まるのを感じた。たった一言のことの葉で、気の遠くなるほどの長きにわたる呪いが解けたのか。初代安年の、父としての思いの強さが、この魔物を生む一因となったのか。なぜ、旅の運水は。疑問の嵐の中、ふと俺は目を覚ました。襖が開き、霊の目つきの鋭い若い僧が顔を覗かせる。俺が目覚めたのを確認すると、安年と道年和尚を伴って部屋に入ってきた。俺は安年がこもっていた部屋で寝かされていた。痛みをこらえながら、傷でほてった体を起こすと、安年が近づいてきて、寝ていろと短く言った。幾分、膨らみを取り戻した体に強い眼差し。こいつはもう大丈夫だ。と俺は思った。思わず笑い返す。康介くん。孫の身代わり、何度礼を言っても足りぬくらいじゃ。天婚の方は、安年と魔物、双方に縁があるものしかできなんだとはいえ、君の体と心を損なうことを思えば、やはり下法であった。申し訳ないと思うておる。しかし、これしか安年を救う方もなかったのも事実。許されよ。深々と頭を下げる道年和尚。俺は達成感と幾ばくかの寂しさに浸りながら、いえ、親友二人のためですから。と小さな声で答えた。わはは。そう言ってくれるとわしも救われる。君は三人の人間を救うてくれたわい。ありがたいことじゃ。しかし、わしはろくなし味方はできそうにないの。人呪わば穴二つ。やれやれ。さてと、わしは仕事があるので、これで失礼するよ。安年。しばらく彼と話をしなさい。もう一度俺に頭を下げ、和尚は若い僧と部屋を出て行った。部屋に残った安年と俺は、しばらく無言だった。それは、安年が何かを語る、その決心がつかずにいるための沈黙だった。今更なんだ、言いたいことは今言え。俺が切り出す。ニコッと安年が笑う。久しぶりに見たい笑顔だった。お互い虫に少々かじられたが、お前は少し利口になったな。いつもの憎まれ口を叩く。康介、お前が疑問に思っているだろうことを教える。あの娘は元は普通の雲水子だ。それを封じて井戸の中で共食いさせ、井戸が持つ母としての呪力をも吸収して強力にしたのが、友明の話に出てきた旅の運水だ。なお、日照という。安年、なんでそんなに詳しいんだ？ああ、俺の先祖だからだよ。彼は、あの娘は、いわば彼の我々一族へ対する過去からの資格なんだ。初代安年は血肉を分けた親。俺は魔物の海の親である彼の血族。俺が親と慕われたのは名前だけではなかったわけだ。なぜ、日照は血筋の者を呪うようなことをする？それは、一族を挙げて彼を殺そうとしたからだよ。今も。え？何それ？いや、いい。この件は、すっかりお前のおかげで肩がついた。じい様も言っていたが、俺からも礼を言う。
なんといっても、俺はここで髪の毛をお前に食わせ、寝ていただけだ。半端な俺をよく助けてくれた。本当にありがとう。俺も家を継ぐことに決めた。親父も帰ってくるし、爺様の別件の仕事は、とりあえず数日で肩がつく。そうしたら、いよいよ得度して坊主だ。笑顔の安利。もう話すことはないと、目が語っている。安利は、俺とは別の道を進もうとしている。昔のようなバカはもうできないだろう。そして俺は多分、元の生活に戻れるだろう。友明も、俺が感じた達成感と、幾曰くの寂しさ。俺は友を助けたつもりで、実は失ったんじゃないだろうかと、ふと思った。開け放たれた襖の向こう。外の光が異様なほど眩しく感じた。安利さん、助かってよかったね。ああ、でも、安利の一族と日照の因縁など、謎が残る終わり方だな。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。